ユタケラトプスは、アメリカ合衆国ユタ州の白亜紀後期の地層から、発見されたケラトプス類に属する恐竜。名前は、ユタ州の角の顔という意味である。全長は7メートルほどと推定される。模式種ユタケラトプスゲッティの種小名は、模式標本の発見者でグランドステアケースエスカランテ、国定公園から産出する化石の修繕を、担当していた。 マイク・ゲッティ氏への懸命である。ユタケラトプスの復元模型ユタケラトプス属は、ユタケラトプス・ゲッティの一種のみが知られており、本種の模式標本、アン VP16784 は6体の個体分のアセンブリーである部分的な頭骨で知られている。この頭骨は、頭蓋骨の約96%と頭頂骨の約70%を保存している。 その頭骨のサイズから平均全高、約2メートル、全長6から7メートル、体重3から4トンと推定されている。ユタケラトップスはペンタケラトップスに近煙とされるが、サンプソンらによると以下の点によって本属を特徴づけることができるという。尾角がほぼ尾行より後ろ側に位置する。眼科角が短く頑丈な構造で顔の外側にまっすぐに伸び、 扁平で先端が尖っていない。中央の円臨場骨が低く、極めて長い。中央の円頭頂骨が、ふん側に湾曲している。約7500万年前の北米、ユタケラトップスが発見された場所を示している。ユタケラトップスの基地の唯一の標本は、ユタ州のカイパロイッツ類層で見つかったものである。放射年代測定によると、 カイパロイッツ層が保存している化石は7660万年前から7450万年前、白秋後期カンパニアン期のものであるとされる。白秋末において、カイパロイッツ層は、ララミティア大陸とアパラチア大陸を東西に隔てる巨大な内海に面した西部内陸回路の西海岸に位置していた。恐竜たちが暮らしていた大地は巨大な海峡と広大な湿地。 沼、湖に占められた古代の反乱源であり、産地によって仕切られていた。気候は温暖湿潤で豊富かつ多様な有機物を提供したものと思われる。この地層は世界で最も白亜紀の地上生物を記録した場所の一つと言われる。ありがとうございます。